コラディーノは、ホーエンシュタウフェン朝のシチリア王、エルサレム王、コンラディンとも呼ばれる。稀に、ローマ王コンラート5世とも通称される。父は、シチリア王、コレッダード。母は、バイエルン皇権ライン級中白夫2世の娘エリーザベト。1254年、父が没して、シチリア王を継いだが、ローマ王位は継承できず、神聖ローマ帝国は大空一代を迎えた。 幼少であったため、母方の叔父のバイエルン公権ライン級中白、ルートビヒ2世に保護された。1266年、父方の叔父、マンフレーディが廃止すると、イタリアに侵攻し、シャルルダンジューと戦ったが、1268年8月23日、タリアコッツォの戦いで敗れる。一旦、皇帝派が大勢いるピサに逃亡しようと心をみるが、トンレアストゥーラにて捕獲され、 幽閉された。その後ナポリに移され、10月29日、バーデン編共白フリードリヒ一世ら7人と共に、死刑執行人、ドメニコ・プンチョの手によって、メルカート広場で斬首され、彼の死によって、放縁した右編長は、完全に滅びた。1351年、斬首刑が行われた場所に、サンタクローチャルメルカート教会が建てられた。ありがとうございます。